はい、はい、今回は山に行きます。はい、初めてロードバイクで山登りをしてきました。な、今回そう山行くって言ってめちゃめちゃ緊張してたけど、まあなんとか楽しい雰囲気では行けたよな。そうそう、楽しみにしてたけど不安な気持ちもあった。緊張しています。とりあえず朝起きて山行こうかって言ったら、うん、まあ行ってみようみたいな感じやったけど、その距離が近づくにつれてどんどん不安そうな顔になっていってな。いや寒かったしね。まあ確かになちょっと寒かった、うん、これがなんか高欄系の駐車場に停めさせてもらったけど、うん、なんか山の陰のところに雪が残ってて、雪やったな。めちゃめちゃ寒いのではって。いやそう、まあ、実際に寒かったけど、ね、うん、寒かった寒かった。2日前ぐらいに多分雪が降ってて、うん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 、名古屋の方も降ってたもんな。あ、そうだったね。そうそう、で多分それがその日陰のところは残っちゃってたみたいな感じられる。そうだけど、こういうところはまだ全然雪もないしな、はい、モンスターとか、これめちゃめちゃ不安そうやったよな。もうスタートするでって言ったら、いやだってね、なんかどんぐらいね自分の力が残るのかっていう、まあ、残る、まあ、確かにな。分からなかった、まあ、どれぐらい漕ぐかも分からんけど、そう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 、いや本当なんか運動も苦手だし持久力もないから、もう山の途中でへこたれたらどうしようっていう不安がね。いや俺はもうあれよ、できるだけ心が折れない。めちゃめちゃもう励ましまくった。めっちゃすごいなって。そう、褒めて伸ばされる方針だ。褒めて伸ばしてるっていうか、自然楽しめるのがいいとか言ってるよ。そう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 、まあ、車で通ってもなんか山は綺麗だけど、やっぱ自転車とか、ね、何割ぐらいからになった、なんか空気を感じれるよ。そう、生身で感じられるとすごい気持ちよかった。あ、ここと、この時は言っていました。ここで4割とか言って言ってたけど、まだ余裕そうだけど、まだ大丈夫って言ってるからな。あ、そうそう、おお、すごい、お、すごいとかな。いや、ほんまにずっと褒めてる。いけるぞとか言ってた。イエーイ。たまにちょっと俺が先に行って、うん、あ、そうそう、撮ってくれて、そう、動画撮ったり、あとどんぐらいあるっていう質問に対して毎回濁しまくそう、あのサイクリストは多分、あ、そう、距離を、あの、偽りがち。嘘つかれるから。嘘じゃん、あなたのことを思って、ちょっとね、あの、ぼやかしてたんですわ。そうだったんですね。そうそう、そう思っといてくれ。そう、だからあとちょっと、あとちょっとで、もうめちゃめちゃ漕ぐぜって言って踏んで、うん、まだ違うな。いやだけど、まあまあまあ、何がモチベーションでずっと上がれてたの。いや、もう絶対に諦めないっていう、そうそうそう、諦めたくないっていう力だけで、そう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 、この初めての山登りを登りましたって言いたい。ああ、そういうことだ。いやー、まだ確かにな、途中で一回心折れそうになってた時、うん、もうこれ若干引き返した方がいいかなと思ったタイミングあったけど、そっから持ち直したもんな。あ、そうそうそう、なんでだったんだろうね、梅プル食べたからか。まあ後でそのシーン出てるけど。いいね、そうそう、いいよ、うん、いいよ、いいよ。そう、でもね、ついに疲れてきてるな。なんかもう明らかに違うもんな。ペースがな。これやばいなと思った。やばいやばい。 いや多分なんか坂道でもずっと平均 1,8 キロくらいで走ってたけど、この時多分5キロ、うん、あ、せや、歩くぐらいで登ってる。あ、ここで心折れかけてて、なんか、うん、そうそう。あ、そうそうそう。水道水がね、名古屋市はまずいから。そう、あんまり、うん、お、出た。ついに役割を果たす時が来た。心なしか顔がもうね、満身創痍のかもしれない。まあ、確かに。そう、なんかもう顔、いや、うん、せやな、なんか疲れまくってる。疲れまくってるね。どう？だけどこれ食べていきなり精気を取り戻した。
やっぱ飯大事や大事なんかほんまにだけど語彙力減り疲れすぎて、うん、語彙力減ってるかしらけどこれめっちゃうまいしかいないめっちゃ美味しいボットになってる。うん、めちゃめちゃ美味しかったよな。いや美味しかった。そう。あれはおすすめやと思うわ、うん。なんかゼリーと羊羹の間ぐらいの味が濃かった。な。うん。なんかあんこそのまま食ってる人もおるみたいな話してたけど、絶対にあの梅プル食った方がいい。美味しかった。でもちょっと高かった。あ、まあ、ちょっと高かった。うん。あ、もうこの辺はね、満身創痍。せやな、満身創痍。ここで、ね、あれやんな、登山してるおば様から頑張れって言ってくれて、そうそうそうめちゃめちゃ元気が出ました。なそう、絶対に。あとね、これでもうあと 500m ぐらいやもんね。あ、200m。 嘘いや、あれは嘘じゃないやつ。着いたいや、ほんまに、いや、いけると思ってなかったからな。いや、ほんまめっちゃ頑張ったと思う。え、そう、でもね、めっちゃ頑張ってた、ね、だって、まあ、最初は太田が峠くらい行くかって言われたから行ったのに、はあはあ、なんか後からインスタで太田が峠は三河で一番きつい山ですよって言われて、いやいやいや、え、だって嘘ついてた。いや嘘つい、いや何も言ってへんや、俺嘘ついてました。嘘ついてます。え、だけどそう、他のさ、天沢峠とかなんかいろいろあるけど、うんうん、シャドウがきつい、ね、大丈夫、多分そっちの方が辛いやろうなと思ったから、シャドウがあんまりない方に行ったんや、うん、だ次はあれやな、天沢峠ってちょっとだけあのシャドウがきついとこ行ってみるか。行くか。距離は短い。あ、本当に。だけどあのシャドウがきつい、シャドウがきついから、うんうん、その心が折れやすいというか、登れへんってなると思う、うん、シャドウが緩いからさ、うんうん、一応回せたやろ、うんうん、あ、そう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 、頑張ってよいしょよいしょってやってたら、なんかちゃんと進むなって感じ。が違うわ、多分な、天沢峠だったら回らんと、うん、エリーが出ないから、うん、帰ってきた。いや、もうここに着いた瞬間めちゃめちゃ安心した。いやー、だってここなんかほんまになんかさ、泣いてへんかった、うん、泣いてない泣いてないなんかグスグス言ってた。あ、グスって言ってた。ちょちょちょ、あれなんよ、ダウンヒルが寒すぎた。あ、そういうこと。そうそうそう、だから鼻水がねあれ鼻水かよ。ジュージューだった。ちょっと歩き方も変だもんね、この時。そう、この時歩き方変やった、うん、腰引けてたもん、ね、うん、まあ、でコール系はなんかシーズンでしまってるけど、うん、2年前はこんな感じだった。おー、いいね。そうそう、でもうお腹減りすぎててっていう話やったから、うん、空いてるお店に入ってなんかお団子とこんにゃくとうどん食って。おいしいね。いや、うどんのお出汁が染みました。な、もうあったかーって言ってな。そう、あったかー。器で暖とってな。いや、そうそう、器を太ももに置いて暖を取ってた。それだけ冷え切ってた。頑張ったね。いや、ほんま頑張った。あー、もうすぐに召されてた。あ、寝てる。すぐ召されてた。で、あれやな、家帰ってお昼寝して、そうそう、ご褒美にひっこり行こうって言ったら閉店時間ギリギリやって言ってた。そうそうそう、焦って行ってギリギリ開いてました。そう、大人のひっこりの方は閉まってた、うん、あ、そうやね、本店の方が開いてたから。そうそうそう、いや、もうひっこりのハンバーグは最高です。これバリうまかったな、うん、あ、また爽やかに匹敵する。私は爽やかよりもひっこりの方が好きぐらい。まああれよな、そう、あの種類が若干違う。あ、違うね。そうそうそう、ヒッコリは完全にユッケ。生であること、そうそう、生であることがいいみたいな感じ、うん、だってこれ、だってもうね、あなたこれ焼かへんで食べてたやろ。あ、そう、焼かないで食べるのが好き。これ、いいのいいの、焼かないこれ。そう、俺は見ながらこれ焼かへんでええんかな、うん、そう、焼かなくてもね、いいんですよ、これは美味しいの。いやいや、これが正解。これほんまにユッケ、うん、名古屋に来て美味しい店、ね、第1号って感じ。おー、いや、ほんまにうまかった。嬉しい、よかったよかった。なんか、お、お疲れさんでした、うん、言って、そう、今回はな、終わりもちょっと撮ってみようって言ってな、うん、手振ってるやつ撮って。あ、そっか。な、よし、ほんなら次はちょっと距離を伸ばす方で行こうか、はい、そうやね。よし、じゃあ次もまた動画上げるんでよろしくお願いします。お願いします。じゃあね。